が侵入してまいります。パイロットの高度な操縦テクニックをご覧ください。
会場正面やや左手をご覧ください。第1編隊は着陸形態ダイヤモンド台形で進入してまいります。編隊は会場正面360度の水平線下で行います。4機による美しい編隊体制をご覧ください。着陸形態では速度が少ないため体制の維持は難しく、パイロットには高い技量と集中力が必要とされます。着陸形態による300